梶波信弘は、日本の実業家。株式会社ベクター創業者、代表取締役社長。栃木県宇都宮市生まれ。栃木県立宇都宮高等学校を経て、1980年に、東京工業大学社会工学科卒業後、もともとは、キャリア国家公務員志望だったが、腕試しに受けた栃木県庁に合格し入庁。税務課に配属され、 午後の時期などは15分で終わってしまうような暇な仕事に従事した。その後世間のことを勉強したいと考え、ジャーナリストを志して、1981年、日経マグローヒ昼入社。日経バイト、日経パソコン、日経ミックスの立ち上げ等に当たった。パソコンのことに詳しくなったので企業をしようと1988年に退社し、 1989年、ベクターデザイン設立、同社代表取締役に就任。1996年、同社を改組し、ベクター代表取締役社長兼営業部長に就任。CD ロム付け雑誌やソフトウェア通信販売、オンラインゲームなどの事業を展開し、2000年にはナスダックジャパンに上場。2004年、バリューモア取締役。 2007年ベルクス代表取締役。2018年ソフトバンクの子会社となり、業務提携を締結。2019年にはオンラインゲーム事業から撤退した。ありがとうございます。